はい、皆さんこんにちは、さくらです。では、大問2の過去2番の問題、見ていきたいと思います。はい、バスケの問題でございます。これ結構終わった直後にツイッターが湧いてましたね。あの、今年はバスケが出たんで、出題者はあの黒バスがね好きだったんじゃないかとかっていろいろあのツイッターで流れてるのを見たんですけれども、まああの今年はバスケかという印象ですね。あの一昨年は陸上でしたっけ、陸上でピッチとストライドがうんぬんっていう話で、まあ同じような問題出てまして、あの絵がねあの載ってて、なん か関節の向きがおかしいような絵が載ってましたけど、まああの今年はそれがあのバスケっていうことで、まあ出てきたということですね。でまああの陸上の時みたいにね、ピッチとストライドがうんぬんとかいう、別にそういうワードが出てきたわけでもなくって、別になんかバスケを題材にしているけど、そんなに専門用語とか使わず、まあ比較的解きやすい、問題だったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ総評の時にも言ってましたけど、安田先生が、言ってましたけど、まあ、ちょっと書きすぎですよね、問題文ね。C2 の方程式なんか先に書いちゃったりしてね。まあ、そこら辺は、まあ、なくてもいいと。ね、なくてもできる人はできると思いますけど、まあ、今年の問題の感じを見てると、なるほどねっていうところは、思いましたよね。まあ、そこら辺も後々触れていきたいなと思うんですが、まあ、これまあ共通テストあるあるみたいなもんなんですけど、これ考えるポイントとしてはもう、僕はこれが全てだと思ってます。余計な情報が多いんですよ。で、だから、いかにしてその余分な部分ってのを自分で削ぎ落として、問題を解く上で必要なこの数学的な情報だけを読み取るか、いかにしてその抜き出すかっていうところが僕は一番これは大事だと思っているところです。で、今回で言うと、ちょっと行ったり来たりしますけど、今回で言うと、例えば、これですね。ここの仮定ですね。これちょっとまたがってますけど、これ仮定すごい長かったですよね。長かったんですけど、これ別に、なんか、ここら辺の、リングに当たるかどうかうんぬんとかって話は別にどうでもよくって、この後関係ないんですよね。ここで必要な情報って何かっていうと、結局のところ、これ、ここですよね。プロ選手は、P0 と M を通る放物線なんだよ。花子さんは H0 と M を通る放物線なんだよ。で、これが C1、C2 なんだよって、これだけ押さえて、あと座標が分かれば、この後は解けるっていう、ことなので、ここの情報だけを、この過程長い中見た中で、スパッと取れるか、みたいなところが、大事だと思っています。それが数学的にどうだっていう話をしてるわけではないですよ。あくまで共通テストっていう、試験に対しては、そういうふうに、僕は個人的に思っているということです。はい。ということで、見ていきたいと思うんですが、まあ、順番に見ていきたいと思います。括弧1番は、はい、これですね。放物線 C1 の式を求めるっていうことなんですけど、係数、x2 乗の係数が a って与えられていて、で、p0 が0,3ですから、この y 切片3っていうのはまあ決まりますと。で、決まった上で m が4,3通るよっていうことなんで、代入してあげれば、答えは出るということですね。で、まあ、後々のために一応平方完成はしておきました。で、まあ、ここでシュートの高さとか、ボールが最も高くなるときの、地上の位置っていうね、分かりにくいワードが書いてありますけど、要は頂点の XY 座標ですから、まあ、これも仮定に書いてあることですけど、まあ、ここも、要はすぐ、あ、それねって、こう、頭を切り替えられるというか、シュートの高さってのが出てきたら、あ、じゃあそれは頂点の Y 座標なんだっていうのを、こう、スッとリンクさせられるかみたいな、ところですよね。そこの速さというか、そこが、パッて読んだ時に紐づくかみたいなところは、まあ、鍛える余地があるというか、対策の余地があるところなのかなというふうには思います。で、次ですね。C1 の式が求まったら、シュートの高さっていうのが頂点の Y 座標ですよっていうことで、まあ、平方完成したので、これが、求まります。
で、この後 C2 の方程式を出してこの頂点の XJAF を比べろっていうことを言ってるんですが、まあ、ここでこの C2 っていうのが与えられちゃったわけですよね。で、まあ、ここが物理を醸してるわけですけど、まあ、与えられちゃってるので、まあ後でちょっと触れますけど、まあ一旦はね与えられてるので、それでまあ解いてみることにすると、これなんてことはなくって、上に凸なんで、これ P が負なんですよね。で、 P が負だから、この花子さんの方の、頂点の X 座標ってのは、これ負の負で正ですから、これ絶対2より大きいですよね。ってするとプロ選手の頂点の X 座標2ですから、花子さんの方が M に近いよっていうことが、まあ、すぐに分かってしまうっていうことですよね。なんで2番っていうことになるので、まあなんか、これぐらいのシンプルさで言ったら、まあ C2 の式も同じように求めさせてもよかったのかなっていう気は、まあしなくもないですね。ということで、求めてみました。はい、回答には全然関係ないですけど、同じように、Y イコール、PX2 プラス QX プラスで Y 切片2でしたから2っていうのを置いて M 通るからって同じようにやると Q が P を使って表せて、まあ全く C1 と同じ同じ流れで乗ってる式が求まるよっていうことで、まあほぼ C1 の誘導通りなので、まあこれをねこのまま設問にしてもよかったのかなっていう感はありますね。そして括弧1番が終わります。で、続いて、カッコ2番なんですが、まあ、ここもね、太郎さんと花子さんが会話をしてますが、ここも別にこんなものは全部、律儀に読んで理解しようとする必要はなくって、要は最後の花子さんの、シュートの高さ、つまり頂点の Y 座標を比べようよっていうところだけ読めれば問題ないわけです。で、この時に、D を通ってるってことですよね。D を通ってて、D の座標が 3.8 コンマ3プラス15分のルート3ですよ。っていうことが分かればいいっていう、ここも情報をさっと取れるかっていうことですね。で、C1 が D を通るからって言って代入してあげると A が、まあ50分の間違えたマイナス57分の5ルート3というふうに出るので、C1 の方程式ってのが A じゃなくて、こうやって求まるよ。でシュートの高さは代入してあげて、でここでね近似をしてます。ルート3が、1.73 っていうふうに近似をしてます。まあマーク埋めればいいので、別に不等式評価なんかしなくても近似値入れちゃえば、全く問題はありません。で、ここも、次、花子さんの方は 3.4 って与えられちゃってますけど、別に同じようにできるので、やってみました。あ、ちゃんと 3.4 になってますね、というところです。そして、最後。ね、まあ、まあ、やらせてもよかったのにねって思いますけどね。はい、そして最後、プロ選手がこれ 3.6 で、花子さんが 3.4 なので、まあ、差は 0.2 ですよ。で、プロ選手の方が大きいですねっていうことで、0.2 と思いきや、これボール何個分って聞かれてるんですよね、これ最後。で、ここがだけ、まあ、ちょっとドキッとするかもしれないんですけど、まあ、僕は個人的にこれちょっと面白いなと思ってて、なんでかっていうと、最初にすっ飛ばした過程の情報の中に、実は、ここね、一番最初にこれ書いてあるんですよね、これがっていう。なんか一番最後の最後でここに戻ってくるんかいっていうのは僕はちょっと個人的には面白かったんですが、まあ、ここの情報も、まあ、こういう情報あったなっていうことさえ頭に入っていれば、まあ戻って確認をするだけということになるわけです。そして、ボール1個分と、いうことで答えを出してあげれば良いということになります。はい、バスケの問題。まあ2次関数の問題としては、典型的な、非常に典型的なというか基本的な問題でございました。もう問題文の読み方、それだけという印象です。